背番号は51番、今どんな心境でそのユニフォーム、身につけてますか。えそうですね、京田選手が、えー、今年までつけられた番号なので、えー、それをいただいて光栄ですし、えー、恥じない選手になれるように、頑張りたいいと思います。竹野選手は非常にスピードのある選手と伺っていますが、えー、自分自身で思っている一番のセールスポイントは何でしょうか。今も言われましたけど、足の速さと、あと三振が少ないところです。 三振が少ないそれはあのどういったこうプロセスで身につけた技術なんでしょう、えー、バットに当てるのがあの得意なんですが、えー、その分ちょっと長打力がまだないので、えー、プロに入ったら、えー、それプラス、えー、長打を持てるような選手になりたいいと思います高校時代はピッチャーもやっていました肩も自信があるんじゃありませんか。 今は外野手をやらせていただいているので外野の返球も高校の時のピッチャーの経験を生かして鋭い送球をででききるようにしていきたいたす背番号51番、あの京田選手という名前も出ましたけれども外野手ですのでまた違ったイメージを我々は抱きますけれどもいかかがですかそうですそ、ね、うあの一郎選手だったり今でしたらソフトバンクの上林選手とかカープの鈴木誠也選手とか 立派な外野手が起きると思うので、自分もドラゴンズの51番で、外野手として、しっかり活躍できるように頑張りたいと思います将来の,その活躍するイメージ、例えばこんな選手になりたいというのは、どうですか大島選手のような3秒す 1>, 1年目の目標を、キャンプでしっかりアピールして、1軍に残れるように頑張りたいと思います。 笑顔も持ち味だということですので笑顔いっぱいのプレーも期待しております。頑張ります